ロストジャッジメント前回の続きからプレイしていきましょう。さて、卒業アルバムを調査するというところからですけど、いじめを受けていた時の担任はあまりやりすぎるなよと笑っていたらしい。そう言っていたのは確か沢先生だった。その時の担任はミツル君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。教職を追われた？こいつの息子だったりすんのかな。楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん、それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。あ、なるほど、それはあり得る話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。え、もう調査ってこれだけなのかな。ねえ沢先生。沢先生だ。彼女はこの人絶対なんかあると思ったけど普通に被害者で終わったな。これは、そうだよな、みんなみたいに正式な写真がないんだもんな。ん？これは今結婚して、マミヤ姓になった。いじめ動画を見る限り完全に加害者の一人だ。矢神氏、わかりました。楠本光の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方、北方、え、あ、それってもしかして彼、本名北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、みつるくんの飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？教え子のいじめ自殺で教職を追われた、そんな桑名が持つ目的といえばなんだ。まあこれかな。復讐ぐらいじゃない？いじめ加害者への復讐だ。いじめなんてなければそうならんかったわけだから。そもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。でその怒りの矛先が河合信也に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また、河合の知人らしき男女っていうくらいだから
桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして。ああ。河合の知人たちってことならこれまでの証拠の中に手がかりがあったはずだ。な？ってなるとここ？これだ。あ、ここに映ってるのも河合の知人男女だよな。言い換えれば桑名の元教え子たち。この人たちが全員？じゃあ多すぎない？そうだな。もうちょっと話を絞るか。これ？でもこれも加害者だよね。これだ。ああ、そこに映ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でも、なんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに映ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら面白い話が聞けるかもしれない。そうですね。今矢上氏が語ったのはカムロ町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたならさらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越場殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合真也の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線行ってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も矢上氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、矢上氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなにやわじゃありません。存分にこき使ってくだされ。ほんと99課の2人いい関係だよね。確かまだやってなかったのがあったから行くか。企業スパイ、これってこれ、あ、そうか、これは一応解決か。ロケテストのやつが気になるんだけどな。産業会館ビル前、ちょっと行ってみるか。産業会館ビル前、産業会館でどこだ。産業会館
あれかな、あの VR のゲームがあったとこだっけ。いよって言われたけど産業会館、嵐を呼ぶロケテストそんなしんちゃんみたいなここか、ロケテストか。ロケテストベータ版とかだったらやったことあるけど、ロケテストはないな。あるかな、なんかであった気もするけど、いやないかな。うっす。沖崎さん、矢上さん、お待ちしておりました。ロケテストに協力していただけるんですか。ええ、ねえ、依頼ということでしたら。服に血ついてるけど、俺の意見を受けて調整とかするんですか。実はロケテストはすでに何度か行っていて、調整はもうしない予定だったんですよね。え、だったらなぜロケテスト。それがリリース直前になって、シノノメディと絹川 P がまた思い出したんです。そういえば依頼にも書いてありましたね。何があったんですか。それは、お久しぶり。うん、のう、八神さんやないか。今日はロケテに協力してくれるんやって。ええ、まあ絹川 P 言っておきますが、俺は譲るつもりはないですから。シノノメ、お前の考え古いんや。今のユーザーさんはな、難しいゲームなんて求めてへんねん。ああ、そうかもしれんな。けど最近は死にゲーだって売れてるでしょ。でも結構一部なんじゃないの。ターゲットがちゃう。お前にはマーケティングとか分かれへんようやな。絹川 P こそゲームのこと分かってない。ああ、どう、おいおい、早速揉めそうだな。まあまあ、お二人とも八神さんにも来ていただいたことですし、早速ロケテストに向かいましょう。ま、そうやな。ねえ八神さん、向かいましょう。ええ、本当にできんのかな。え、あ、やっぱ VR か。ここが会場か。八神さんには出来上がったゲームを実際にプレイしていただこうと思います。その様子を見せていただくだけで大丈夫ですので。わかりました。ジョー、あんた、ゲームの腕前は。たまにゲーセン行くくらいですかね。ゲーマーちゃう、いうことやな。ま、ゲーマーってことでは。そうか、なら好都合や。はぁ、あ。では八神さん、早速プレイをお願いします。基本的なゲーム、操作方法はゲーム中に案内がありますので、ゲームオーバーとか気にせず肩の力抜いて楽しんでください。ええ、わかりました。あ、なんか全然違う。何これ、出るぞ。なんかガンダムみたいな。ダイブイン。エネルギーウェーブ、リペアキット、ショットチップ、スリーウェイチップ、チップってなんだ。ラピッドチップ、ビームショット、どうやんの。あ、こういうことか。え、面白いかな、このゲーム。よし、危ない危ない危ない。狭、ここ場所。迎撃する。なんか、これが売れ、これ難易度上げたとか、死にゲーとかそういうののジャンルで作るゲームじゃなくないとは思うんだけど。いや、いって、半分も持ってかれんのかよ。やば、危な。よし、やばいやばい。よっと、やばいやばい。転がってくるのが一番怖いな。あー、死んだ。ダメだったかな。死んじゃった。楽しかった。楽しんでもらいたいですね。ええ、またプレイしてみたいです。ケルカピー、ゲーマーじゃない矢部さんだって楽しめたんだ。仕様変更はなしでいいですよね。いや、あかん。え、でも約束は違いますよね。矢部さんが問題なく楽しめたら今の仕様のままリリースするって。
俺のプロデューサーとしての勘が支えとるんや。このままじゃヒットせえへんでな。あれはヒットしないとは思うわ。難しすぎるんや。いや、そういう問題じゃないよ。操作が複雑すぎるんや。いやいや、そんなことは。ロケテストでも好評でしたし。あかんのや。もっと思い切って振り切らなあかんのや。今の時代がカジュアルなユーザーさんにも楽しんでもらえるよう、ボタンを押してるだけでクリアできるくらいの方がええんや。ボタンを押してるだけでクリアって、そんなのゲームじゃない。練習や工夫の結果、大きな壁を乗り越えてこその楽しさでしょう。人によるからな、それは。知能の目、なもんはな、化石や。業界のシーラカンスだとあかんで。何を？あの、事情はよくわかりませんが、俺は楽しめましたよ。このままでもいいよな。あかんのや。素人のあんたには分からへんのかもしれんがな。でも、プレイすんのは素人だぜ。はぁ、あ。あの女のためだろ。何？あんたがこの間ロケテストに連れてきたキャバ嬢だよ。このところずっと入れ込んでる女だ。あの女が難しい、操作できないとか言ってたからひよったんだろうが。何やと？白の目てめえ。またこいつと戦うのかな、俺。あの女がゲームが難しいとか言って、不機嫌になったからご機嫌取りたいだけだろうが。それでひかりちゃんの意見を取り入れたんだよとか言って、いちゃこくつもりなんだろう。それでもあんたクリエイターかよ。女くどきたいなら勝手にやってろよ。白の目、貴様。またこいつはもう。ひ。まあまあ、落ち着いて。なてめえ。てめえも殺すぞ、ほら。死にてんのか、ほら。殺すとか、ヤクザじゃないんだから。なんじゃ、俺。誰がヤクザじゃ。こっちとら、生まれてこの方、仇じゃボケ。こうなったら頭冷やさないとダメか。わかった、表出ろ。まただよ、まったくもう。でけえな、相変わらず。行くで、江上。キヌーガンハッピー。怖いんだよな。いやもう、ほら、そういうことしてくんじゃん、もう。でも、HP 低いな。キヌーガンハッピー。仇だもんな。よし。よし、回復しよう。ちょっとやばいやばい、焼きそば。よいしょ。よし、最後かっこよかったね。鬼怒川 P を制圧するってなんだよ。頭冷えた？まったく。パワハラって知ってる？従業員の村から掴んでぶっ殺すとかさすがにないでしょう。すまん、つい買ったのって。現行仕様のままリリースで問題ないですよね。ああ、だが東雲、一つだけ言っとく。俺がひかりちゃんに惚れとるから、あの子の意見ひよったんちゃう。クリエイター注文はな、常にユーザーさんの意見に耳を傾け、柔軟な頭で考えていかなあかんのや。だから時には、ちゃぶ台ひっくり返すことも必要なんや。だからそういう仕様のさ、ゲームモードも作っといた方がいいっていうだけなんじゃないの。なんで全部変える必要があるんだよ。俺はそうやって何度もちゃぶ台ひっくり返されるところを見てきた。結果名作が誕生する瞬間もな。はあ、せやからひかりちゃんのためちゃうで。わかりました、そういうことにしときます。ひとまず無事リリースできそうでよかったです。いやはや、本当に八神さんのおかげです。今日からもうリリース、今日からもうリリースするのにお前帰ろって言ったの。また気が向いたら遊んでください。ええ、バカなんじゃないの。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。